そして、お？大寧寺の変。合算戸田城の戦いで大敗した大内義隆は、政務への興味を完全に失い、遊興にふけり、民にもその負担を強いるようになっていた。これに対し、重臣筆頭格である末家の末晴方が挙兵。義隆を攻め立て、大寧寺へと追い詰めた。義隆様、ご覚悟を召されよ。これもすべて、大内家のためにございます。お、愚かなことを申すな。大友より世継ぎを迎え、お隣目にそそなかされた、この謀反目が、大内のためになるものか。しからば、このまま義隆様を大内の主としていただくことが、大内のためになると、天の後を取らざれば、沿ってその家を浮く。時至りて行わざれば、沿ってその家を浮く。我が運も、義隆様のご運も、天道の計らい、宿命なのでございます。ふふ、私はもとより義隆様の話し相手で終わる気はございませんでしたので。く、腹を切る。誰も本堂に入れるでないぞ。大内義隆を自害に追い込んだ末晴方は、なお、高房か、これ。大内義隆を自害に追い込んだ末高房は、なお晴方と改め、大友義明かなの次男を大友家の新当主に迎え入れた。しかし、晴方の強権的な手法は多くの摩擦を招き、毛利元就らも、大内家は、動乱の渦に巻き込まれていくのであった。なるほどね。これで、例の戦いが起きるのかもしれないね。まあ、期待して待ってましょう。そして、秋になりました。これで、お米の心配が多少なくなったかな。そして、一揆ということで、ちょっと戦争が長引きすぎてますね。ご命令。まあ、残念極まりないといった感じなんですが、まあ、考えたところで、致し方ないでしょう。では、忠誠を上げないとまずいと言ってたんですけど、あ、大丈夫だね。意外と下がってない。じゃあ、同盟結べるかな。竹に従属することを拒否してます。畠山はそうか。そういう感じなのか、畠山は。まあ、仕方ないね。じゃあ、とりあえず、敵対勢力をどうにかして滅ぼさないと終わらないんでね。そして、里見対北条って、これは北条つきます。手を貸してやろう。さすがにこれで北条を捨てるっていう選択を取ると、武田とも敵対になるんで、マジでどうしようもない。これやばいね。武田もさ、この世界線だいぶ国力伸ばしすぎてるんで、まずいですね。どうにかして止めないと。そして、戸沢さんが到着ということで、強行43日でいいみたいなので強行しましょう。で、だいぶ、強行で兵減らしてったと思うんだけど、これ、落ちるよね。すごい心配なんだけど。方位に変えた方がいいかいこれ。ま、さすがに兵数の差あったんで、信じたいね。これこのまま行きます。ま、ちゃちゃっと落としてもらいましょう。で、どうだい城には到着したようだけど、27日って言ったけど、交渉で落としてみようか。もしかしたら、さっさとね、講和結びたいんでね。で、あ、上杉貞実が、貞真かな？死亡したということで。うちが滅ぼした上杉家だね。よいしょ。これより表情、そして、表情ということで。あ、軍事足りてないね。これは軍事と商業を取りましょう。で、おお、いいね。アサリさん。71も持ってきた。そして57。素でこれだけ持ってくるのは優秀。そして、伊達晴宗ということで。まあ、欲しい能力はいろいろあるんですけど、今の俺の戦争状態見ると結構ね、戦争長引くこと多いんで、これ民本統治取っとこうかなと思います。さすがに戦争長引くのは辛いということで。じゃ、とりあえずこんなもんでしょう。ご命令を。じゃあ、とりあえず考えても仕方ないんで、これこのまま時間進めましょう。そして、里見対北条。北条勝つね。
まあ、これは予想通りと言ったら予想通り。じゃあ森氏行ってこい。で、この城だけはね、落としてほしいということで。まあ、上司投稿できるんだったら上司投稿すべきだろうな。あ、できない。じゃあ、講和でいいよ。え？講和解除飲まないの？ちょっと待って、それは予想外だった。絶対飲むと思ってた。ということで、あ、落としたんだったらさ、まあまあまあ、こいつらは返してあげるとして、これ、これ一旦さ、まあ同盟結ぶ必要あんのかな、畠山と。ちょ、クエスチョンマークが今、めちゃくちゃ残ってるんだけど、これ武田真緑じゃないですか。で、これ、あれだな。北条と同盟、え、ちょっと待って、北条との親善がめっちゃ下がってる。これちょっと、北条に親善の使者を送っとこう。で、行くぞ。講和を飲んでくれないというのなら、戦う必要あんのかな。いや、一旦ここは騎乗させて、南部との城攻めちょっと時間かかりそうなんで、南部とは講和します。よいしょ。まあ、うちとしては北海道取れたし、いいんじゃない？で、あとは、ここの影虎の城を、ゆっくり取るのを待ちましょう。敵が迫っております。そして、南部春政が1万4000の兵で攻めかかってくると言ってるんだけど、どうする？軍出すべき？新しく。いや、出せるよ、余裕でうちは。1万7000とか言ってるけどさ、ただ、交渉の使者送ってるんだよね。さすがに交渉飲むと思うんだよ。今、うちの家は、あ、ここにあるんだね。戸沢道真の。じゃあ、すぐ届くと思うんで、これ一旦放置します。多分、交渉通ると思う。そして、雑多城を、ようやく落とせたということで。よかったよかった。ということで、長尾家は戸沢家によって滅ぼされました。さすが戸沢の殿様って感じだな。で、おお、長尾家優秀だ。柿崎影家、長尾影虎、斎藤智信、宇佐美貞光、甘かす影持ち。いいね、北条隆弘、直江影綱。めちゃくちゃ優秀な部隊が、うちにね、下ってくれたようです。じゃあ、とりあえずこの部隊は、返してあげて、時間を進めるところからかな。多分、南部講和飲むでしょ。これで南部講和飲まなかったらちょっと意外すぎるんで、そして一気がね、辛いんだよね、うちは。うん、戦争が長引きまくってるんで、これは仕方ないと思う。ご命令。でだ。神前を打っとかないとまずいんで、これ。証券の独占で下がってんのか。まあ、影綱に行ってもらおう。で、さらに、新しく手に入れた武将たちをね、感情上げて、引き抜きされないようにしときましょう。悪いな。こいつら優秀だね。悪いな。悪いな。まあ、こんなもんでいいかな。じゃあ、とりあえず、戦争を終わらすところからだね。どう？お、よかった。ここを収めるとしようということで。無駄に軍を出してた感じになったわけだな。南部家。これで米相当減ったんじゃない？兵糧9万。まだまだいっぱいあったわ。で、ちょっと今、一気でいろいろ物とか壊されちゃったりしてるんで、しばらく、国力回復に努めようかなと思います。そして、一応畠山と同盟が結べるみたいなんで、畠山と同盟結んじゃいましょう。で、できれば、これ武田と争いたいよね。国力4位なのか、武田が。ちなみにうちは何位まで上がった？まだ3位なの？国力。こんだけ取ってて。ちなみに北条くんは？あ、北条が今国力1位か。厄介極まりねえな。じゃ、とりあえず、これあれだな。さっさと国力1位になって、包囲網とか打たせて、三国同盟を崩壊させよう。で、武田を攻めさせる対象にしよう。じゃないとやりづらくて仕方ないね。で、一騎が起きたということで、まあ、これは仕方ない。このゲーム、一騎ゲーだからね。で、多分同盟が届くんじゃない？いろんな家に。と思ったけど、全然届かねえのな。これ、武田さ、
これ本願寺攻めたいよね。本願寺は攻めないとダメな気がしてるんだけど。斎藤か。これさっさと俺は京に向かいたいから、って思うんだけど、京に向かうための道筋をこうやって閉ざされているという辛さがあるね。あー、だいぶきちい。あー、斎藤家？武田援軍を借りて、斎藤に宣戦布告をするっていうのが多分一番無難かもしれんな。そうだね。武田援軍借りて、斎藤家を、の郡上八幡を取って、朝倉従属ルートで行きましょうか。ということで、朝倉ワンチャン従属しそうなんで、ここ親善の使者送っときます。は。で、斎藤はた、オスでいいんだな。で、本願寺は、従属、本願寺放置でいいかな。ちょっと武田城を通らないといけないから、これどう見ても。そうだね。それで行こう。で、さっさと南部も倒したいんで、とりあえず、神前撃てるところとは撃ったんだよな、今。本願寺、本願寺と神前はいらんな。よし、このまま行きます。そして、よし、同盟が通ったんで、これで畠山を従属させたい。わ、従属しないか、畠山。だったら畠山滅ぼすルートあるな。まあ、南部をどうにかしてからでいいね。じゃあ、どんどん進めましょう。うちとしては国力をこのまま増やしていきたい。そして、うわ、雪の被害受けてんの俺だけじゃん、ほぼ。辛いね。マジでこれ、あれだね。東北が一番弱い部類になるのかもしれんな。毎回雪のダメージ受ける。そして、畠山で神前が終わったということで。これはいいね。そして、朝倉と通称を結びましょう。これより表情で、表情ということで。策がございます。あ、越後竜軍学と捨て釜に解放されたね。あ、これ、長尾家滅ぼした甲斐があったね。で、今回は論議屋取りましょう。論議と軍事だね。80。あ、いいね。55。そして54。かなりポイントが増えてきましたね。ありがたいことに。じゃあ、まあ、何か能力を取るんだけど、この辺。一五流軍学は取ろうか。こんなもんかな。そうだね。とりあえずこんなもんでいいでしょう。よいしょ。そして、うちに使いたいと言ってるんだけど、伊達アナン。まあ、こいつが若干気になるって感じかな。まあ、ほぼ東洋でいいね。で、お米6万あるでしょ？これさ、斎藤家に、まあ、斎藤家布告はいいんだけど、これあれだな。あ、今川と親善結べるね。よしよしよし。じゃあ今川家に、親善の使者飛ばして、で、これで斎藤攻めをしよう。多分それが賢い。で、六角でかくなったね、だいぶ。まあ、従属で取れるかもしんないから、これは頑張りたいんだけど、どう？斎藤家。これあれだな。ちょっと斎藤と戦うために、軍事ビュー見とこう。あ、これは不利だ。ここで当たっちゃダメだな。あ、当たれるところが意外とないぞ、これ。準拳所がどこにあるのかわかんないけど、あ、これか。この準拳所でも破壊さえすれば、どうにかなるか。稲葉山2万っていうのがやべえな。あ、これのせいか。なるほどね。これ、六角さえ届けば、六角と親善ルートあるな。まあ、後ほど考えましょう。とりあえず、稲葉山を攻めるのはまだ先の話なんで、で今攻めても美味しくないんだよね、圧倒的に。今川領ぐらいはね、ゲットしないと話にならんで、そうだね、親善通るまでは放置でいこう。じゃあ、とりあえず、このターンで同盟が結べるようになった、今川家と同盟。まあ、12ヶ月結んじゃいたいと思います。多分相当兵借りれると思うんでね。両家から。で、一気に斎藤を叩くっていう感じになるかなと思います。じゃあ、どんどん行きましょう。そして、うわ、南部、お前から攻めるか。手を貸そう。わしが力になろう。じゃあ今回、
めちゃくちゃ同盟を結んでるんで、いいね。7000もくれるのはでかい。え、じゃあ、どんどん攻めてきて、返り討ちにしてやりましょう。まず、ここに、3万で攻めるのはアホらしいんで、ちょっと兵を減らしましょう。25日、26日はいらん。まあ、こんなもんでいいな。よいしょ。2万4000の軍で、ここに攻めかかりたいと思います。で、ここが耐えててほしいって感じだね。で、今度は、南の方の城から、まあ、伊達軍連れてこう。伊達、春宗に。ここも2万7000はさすがにいらないんで、時間かかるやつは置いていこう。27日とかいらんね。よいしょ。1万8000。十分だ。これでいきます。1万。ま、多分倒せるはず。じゃあ、これこのまま、時間進めましょう。で、サクッと倒そう。そして、里見たい北条。ああ、北条強いね、圧倒的に。準権上立てないんだね、里見ってやつは。そして、馬術長練ということで、厄介な能力を使ってきますな。で、1万7000と言ってるけど、ま、多分、どうあがいても勝てると思うんでね。これはこのままでいいでしょう。人数差が、まあ、ものを言う時代なんで。で、同盟が全然通らないっていうのが辛い。まあ、早く通ってほしいな。で、お米がきついね。何かと。まあ、しばらく待ちましょう。よいしょ。で、吉影が同盟通してくれたんで、これは良かった。で、君はどう？この辺で戦ったとしても、まあまあまあ問題ないのかな。1万7000でしょ？ 1 万1000しかいないんで、これ、多分どうとでもなる。で、道真軍。大丈夫、そこに出てるけど。1万。どうとでもなるな。よいしょ。ということで、勝ちは揺るがないようなんで、指揮は取りません。負け犬ども。よし。これでどんどん食ってやりましょう。じゃあ、時間を進めましょう。なんで南部は攻めようと思ったんだろうな、このタイミングで。うちがどっかと宣戦布告してる時に攻めればいいのに。ということで、飽きないということで、わ、私立部署いないのか、悲しいな。じゃあ、家宝は購入しなくていいね。ご命令よ。で、ポコポコ城取ってきましょう、このまま。で、どうだ？他は。同盟が全然通らないね。まあ、仕方ない。そういうこともあるでしょう。どんどん、行かせます。で、南部戦線はちょっと見とかないとまずいんで、南部戦線は見ときましょう。そして、お、野辺地城に到着ということで、よかったよかった。ちゃんと到着してくれたし、47日で落ちるというのもいいね。すぐだ。多分サクッとこれで落としてくれるんじゃなかろうかな。そして、甲州金流通ということで。甲州金はいいのかな？あんまりよくわかんないんだよな、効果が。いまいち。で、まあ、同盟を受け入れとかはいいんだけど、一旦戦争で抜いてるんで、南部。ここを落とせない、交渉で。いけそうだね。交渉してみましょう。パパッと。そして、お、今川での同盟通ったね、今川。よかったよかった。表情を行う。で、表情ということで。まあ、農業は取りたい。農業と軍事取ろう。引き続きな。74、54、そして52の。これにて表情を終え。投手ともが優秀だ。で、まあ、今回は疫病は取る。西洋医学で疫病低下ね。で、灌漑効果上昇。この辺ちょっと取ってこう。お米の収入が足りない。で、いやー、欲しい能力は、大鉄砲防御力。まあ、こんなもんかな。よいしょ。ご命令よ。鉄砲もね、そんな持ってる部隊、この時代だといないんだけど。じゃ、とりあえず、南部を叩くっていう話だったんで、これこのまま行って、で、使者が来たということで、森氏を、解き伏せてくれ。頼むぞ。全面でいいぞ。あ、ダメ。じゃ、戦うしかねえな。厄介極まりない。こっちは？あ、交渉出てるね。じゃ、こっちは交渉でもいいぞ。春船を、頼むから落としてくれ。よし。じゃあ、影綱行ってこい。石川さんを、全面投降させるのじゃ。あ、ダメ。南部が厄介すぎるな。忠義が邪魔。忠義が邪魔っていう言葉もえぐいけど。よいしょ。じゃあ、ささっと行きましょう。
多分城を落とせばね。で、あさりさんが結構ポイントたくさん持ってきてくれた子だったんだけど、やられちゃいましたね、残念ながら。で、どうしよっか。すっごい宣戦布告したいけど、したいけど、いや、するか。9月になったらしましょう、宣戦布告。多分ね、米が、収入が増えるんで、敵国、同盟国からの米の援軍が多分多いと思うんだよね。よいしょ。よし。そして、一人抜いてくれたみたいです。ありがたいね。じゃあ、戸沢道真を、このまま、南部のこの城、叩いてくれ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。